はい、レオンチャンネルです。売ってなさすぎでしょ、ガシャポンライドウォッチ03。日月カート3日間ひたすらガシャポンステーションを探し回って、3回ガシャマシンを売ってるとこを見かけたんですが、全部完売しておりました。ってことでしょうがなくファマゾン的なところでコンプセットを買いましたので、とりあえずはメッキとかそういうのは後回しにして、まずこの2つでしょ今回は。はい、これがブレイブかな。でさらにローグ、これがあることで今回めちゃくちゃ争奪戦が勃発してて、第3弾からこういうガシャポン限定アイテムが発売するから争奪戦始まりそうだよねって動画で言ってましたけど、まさにその通りになった。もうほんと売ってない。今後04弾以降も入手難しいんじゃないこれ。はい、まずはお、ブレイブ、これだ。これが初商品化のヒーローのライドウォッチですよ。しかもおそらく今後食玩化もされなさそうなので、今回の発売を逃すと入手不可能になりそうな気がする。てかこのベースカラーのブルーとかめっちゃ良くない？シルバーのこのカラーとか。すごいブレイブっぽい。とりあえずね、残り4つはまた別の動画でメッキとか、エグゼードのメッキあるから、もうコンプセット買おうと思って。あとでまた確認するとして、こっちが、はい、仮面ライダーローグ、ゲンさんライドウォッチ化めっちゃ早い。先にビルド系サンライダーがライドウォッチ化されておりますので、はい、ローグも揃って、メイン4ライダー、ビルドのメイン4ライダーが全部ライドウォッチ化されました。めっちゃ嬉しい。ではまずブレイブライドウォッチから確認しましょう。全体をぐるっと見回すとこうで、正面上側下側で、いつも通りここはフェイクになってて、上部パーツの稼働はありませんし、ここも押せませんが、ちゃんと配色変わってて、ガシャット、タドクエストガシャットと比べると、ベースの成形色が全く同じ色で、ちゃんとこの辺も色再現バッチリ。で、前面はブレイブの甲冑カラーのグレーになってて、配色完璧。では電池最初から入っております。からまずは単体音声。ブレイブ、剣と魔法の RPG ライダーはブレイブだ。剣と魔法の RPG ライダーはブレイブだ。アーマータイム、リベルナーブブレイブ。お、タドル巡る、タドル巡る、タドルクエストのBGM が鳴ってる。クリティカール、クリティカール、この4音がループ。ブレイブ、剣と魔法の RPG ライダーはブレイブだ。アーマータイム、リベルナー、ドブレイブ、ドブレイブで聞こえる。で長押しで時空ドライバー、ブレイブ、モードチェンジでリセットボタンで元に戻ります。ライドウォッチ、ちなみに1号ライダーのエグゼードライドウォッチと比べるとこうで、どちらも発色がいい感じがゲームライダーっぽい。さらにローグライドウォッチぐるっと見回すとこうで、正面上側下側で、これは黒パープルの2色展開かと思ったら、複眼のブルーがベースになってて、表がパープルでボタンもパープルで、一瞬配色あれと思ったんですけど、改めてフィギュアとかを見ると割といろんなところにグリーン、ブルーグリーンかなのカラーが配色されてますから、そう思うと結構ローグの配色をしっかり表現されてますね。では単体音声。ローグ、デンジャラスなクロコダイルライダーはローグだ。デンジャラスなクロコダイルライダーはローグだ。ボトルのねサウンド自体がデンジャーでしたもんね。ビルドーみたいな感じでローグー。でもちゃんと叫び声とか、クロコダイルクラックフルボトルと同じサウンドが入ってる。クラックアップ、おー、クラックアップ、この4音がループします。ローグ、デンジャースなクロコダイルライダーはローグだ。アーマータイム、
いや、両方ともめっちゃいいな。あと、モード切り替え音声。これは争奪戦になるわけだ。一応改めてビルド関連のメイン4ライダーのライドウォッチをずらっと並べるとこんな感じ。それぞれ配色が全然違って、並べるとめっちゃカラフルですね。ではアーマー装着いきましょう。時空ドライバーモードにして。まずはジオウでアーマー装着。はい、水色に発光してブレイブカラーに変わりましたね。個別認識してブレイブからの2016、上のボタンを押せませんからこっちだけ押して、はい、クリティカルタイムブレイクで、さらにゲイツで変身。はい、2号ライダー同士のアーマー装着からの必殺技。クリティカルタイムバーストで、サウンド自体はいつもと共通。じゃあ次はローグ行こう。まずはジオウでアーマー装着。はい、パープル発光、液晶カラー変わりますね。ローグーで2017。ただサウンドが凶悪すぎて、ジオウとはちょっと合わないかな。あとやっぱりクラックアップの部分が若本さんボイスに比べるとだいぶ爽やか。ゲイツ。やっぱこっちの方が合ってるかな。ゲイツローグアーマーの方がしっくりくる。クラックアップタイムバースト、攻撃音は共通ですね。改めて若本さんボイスを聞くと、BGM は同じだけど、やっぱ濃いな。必殺技は、こんな感じ。こっちのクラックアップを聞くと、やっぱさっきの小山さんボイスのクラックアップがだいぶ爽やかに思えますね。ということで、ガシャポンライドウォッチ03のブレイブライドウォッチとローグライドウォッチを紹介しました。予想通りやっぱり争奪戦が始まって、
いきなり入手困難でしたので、次の段以降もちゃんと入手できるかが心配ですし、でもフルボトルとかも去年こんな感じでしたもんね。あとは食玩も食玩限定ライドウォッチが順次発売しますから、そうなるとそっちのライドウォッチがねまた売り場から駆られたりとか、そういうことがあると思いますので、ちょっと今後のライドウォッチの動向注意が必要かな。とりあえず今回はコンプセットでなんとかゲットしましたので、次の動画ではメッキ系、龍騎のメッキとエグゼットのメッキかながありますので、そちらを紹介しましょう。以上、ガシャポンライドウォッチ03、ブレイブライドウォッチとローグライドウォッチの紹介でした。